副市長の下村です。尾鷲市は本年6月に市政施行70周年を迎えます。市では70周年を記念して6月30日日曜日に尾鷲市市政施行70周年記念式典を開催いたします。そのため本日から70日間尾鷲市にゆかりのある方70人が毎日カウントダウンを行います。本日からスタートということで、私の好きなところは、温暖な気候です。寒がりの私にとって冬場も比較的温暖な尾鷲は最高だと思っています。これからも尾鷲市は輝き続けます。尾鷲の観光大使ヤーヤニャンです。70周年おめでとうございます。ヤーヤニャンはみんなの笑顔と尾鷲のぶりが大好きです。これからもみんなを笑顔にするにゃーと言ってます。尾鷲良いとこスタンプ会の佐々木です。尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。私の尾鷲の好きなところはあったかい言葉遣いと歩いてどこでも行ける便利な街です。これからも尾鷲を皆さんよろしくお願いします。東京麹町阿久市島の島田です。尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。私の尾鷲の好きなところは魚が美味しいところで、これからも尾鷲のために頑張ります。ありがとうございました。同業者グループつなぐーです。尾鷲市市政70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは豊かな自然です。これからも安心安全で美味しい農作物を作っていきます。尾鷲虫保存会子供大子です。尾鷲市70周年おめでとうございます。尾鷲の好きなところはせーの、熊野古道センターの玉村です。70周年おめでとうございます。私の尾鷲の好きなところは子供が元気なところです。熊野古道世界遺産登録20周年を盛り上げます。私の尾鷲の好きなところは魚が美味しいところです。尾鷲に来てください。これからもたくさん尾鷲市に観光客が訪れるように頑張ります。
子育て支援サークルガリラの代表石川さと子です。尾鷲市70周年おめでとうございます。私の尾鷲市の好きなところは、おせっかいな人がたくさんいて思いやりのあるとっても温かいところが大好きです。これから、子どもたち尾鷲市の子どもたちのためにいろいろとベビーマッサージをやったりとかしてママたちの気持ち、それから子どもたちに頑張っていきたいと思います。北戸井組平山泉です。尾鷲市70周年記念おめでとうございます。私の尾鷲の好きなところは海、山、川を全身で感じられるところです。三木里井組では2年前にこちら三木里長良の、ゲストハウス長良のおうちをオープンさせました。ぜひ滞在してこの三木里の大自然、尾鷲の大自然を満喫してください。地域おこし協会のリチャーホンです。尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。私の尾鷲の好きなところは人々のあずさです。今、このみんなの森にいて、これからみんなと一緒に頑張りたいと思います。尾鷲市地域おこし協力隊中川です。尾鷲市市政70周年おめでとうございます。尾鷲の好きなところは自然が豊かなところです。これからも尾鷲を頑張って盛り上げていきますのでよろしくお願いします。岡山市在住の東です。市政70周年おめでとうございます。久喜中同期の加藤市長に敬意を表します。自然豊かな中でリフレッシュできるところが尾鷲が好きです。健康長寿の町尾鷲市をこれからも目指してください。尾鷲市民生委員児童委員です。尾鷲市市政70周年おめでとうございます。5月12日は民生委員児童委員の日です。どんな小さなことでもお気軽に相談してください。皆さんこんにちは。尾鷲片町出身の大川哲二と申します。仕事は大阪市内で法律事務所を構えている弁護士です。事務所の名前は四つ葉のクローバーにちなんで幸せを呼ぼうと、そういうことで四つ葉法律事務所と名付けました。尾鷲市民の皆様、市政施行70周年本当におめでとうございます。私が2ヶ月に1回私は尾鷲へ帰ってますけれども、尾鷲の好きなところ全部と言っていいほど好きですけど、その中で3つ挙げてみたいと思います。1つは山、川、海のいつまでも変わらない、昔と変わらない美しい奇跡、景色、これには心が癒されます。そして尾鷲帰って一番の楽しみは尾鷲の地元で採れた美味しくて新鮮な魚を腹いっぱい食べれるということではないでしょうか。そして3つ目は優しくて思いやりがあって親切な尾鷲の方たちのそういう側面も大好きです。私はこれからも尾鷲出身の弁護士として大阪を中心に頑張っていきます。そして、2ヶ月に1回約40年にわたって、私は尾鷲市に戻って、市役所で法律相談やっております。皆さん困ったら遠慮なくぜひ市役所に来ていただきまして、法律相談を受けていただきたいと思います。私も一生懸命、答えさせていただきます。
皆さん本日はどうもありがとうございました。尾鷲高校美術部です。尾鷲市市政志向70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは料理が美味しいところです。これからも作品作り頑張ります。尾鷲高校弓道部です。尾鷲市市政70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは自然が豊かなところです。インターハイ目指して頑張るぞ。おー、三重県立尾鷲高等学校書道部です。尾鷲市市政志向70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは魚が美味しいところです。尾鷲で獲れた美味しい魚を食べて全国大会へ出品できるよう頑張ります。私たちは東京尾鷲会の役員一同です。尾鷲市市政70周年おめでとうございます。おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは海山川自然がいっぱいなところです。星も綺麗です。これからも尾鷲のために東京尾鷲会頑張りますのでよろしくお願いします。民謡歌手の剣持雄介です。この度は尾鷲市市政志向70周年誠におめでとうございます。私の尾鷲の好きなところは人の優しさそして温かさです。いつ行っても素敵な気持ちになれます。これから私は尾鷲節を通して尾鷲の良さを全国に広めていきたいと思います。よろしくお願いします。尾鷲高校軽音楽部です。尾鷲市政70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは地域の人たちが優しいところです。これからも皆さんで尾鷲を盛り上げていきましょう。イエーイ。尾鷲高校軽音楽部です。尾鷲市政70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは自然が豊かなところです。港祭りに向けて頑張りましょう。イエーイ。尾鷲みんなの食堂代表の山下優子です。尾鷲市政70周年おめでとうございます。私の尾鷲の好きなところは海から昇る朝日と綺麗な星空です。これからも地域の子どもたちが明るく元気に過ごせるよう子育て世代のお手伝いができればいいなと思います。尾鷲市婦人の会連絡協議会の塩津です。市政70周年おめでとうございます。実は50周年の時にも出演したことがございまして、それから随分年を取りました。尾鷲の一番好きなところは、そうですね、尾鷲は女性がすごく明るくて元気だと思うんです。女性が元気だと町も元気だとこうメッセージ書かせていただきましたが、女性本当に高齢な女性なんですけど、尾鷲応援隊の方たちなんかもその知人の女性は本当に親身になって。面倒を見たりお世話をしていただいております。本当に尾鷲の人は人情味のある人たちばかりだなと思っております。以上です。私たちは尾鷲市自治会連合会です。尾鷲市政70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは美味しい魚、美男美女の里です。尾鷲市自治連合会はこれからも行政と市民の架け橋として頑張りますのでよろしくお願いします。尾鷲の観光大使をさせていただいています。尾鷲市政70周年おめでとうございます。私は尾鷲の魚が大好きです。魚介類、特に明治鯛が大好きです。これからも尾鷲の魚を応援していきます。よろしくお願いします。市政70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは水も空気も魚も酒も何もかも美味しいところです。楽しい美味しい尾鷲にぜひゆっくり遊びに来てください。尾鷲市市政70周年おめでとうございます。夢古道尾鷲支配人の野田健司と申します。尾鷲の好きなところは海洋深層水のお風呂夢古道の湯があることです。皆様お待ちしてます。尾鷲市市政志向70周年おめでとうございます。
私は尾鷲市区長会の会長を仰せつかっております菅陸所属の中井です。よろしくお願いします。尾鷲の好きなところでございますが、2009年に日本の里百選に選ばれた懐かしい漁村菅里町の町並みです。それともう一つは2012年に国指定の天然記念物菅里大池小池があることです。菅里町は非常に高齢者が高い町でございますけども、高齢者が安全で安心で元気で暮らしていける町づくりを目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。尾鷲市国際交流協会です。尾鷲市70周年おめでとうございます。おめでとうございます。尾鷲のいいところを ALT の2人に言っていただきます。焼き鳥です。 I love the energetic people of 尾鷲。 尾鷲の温かい人たちが好きです。尾鷲市国際交流協会では一緒に活動してくれる仲間を募集しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。尾鷲市誕生70周年おめでとう。尾鷲の好きなとこは何度な。それは尾鷲弁じゃい。無料塾やっとんでな。毎週水曜日2時半から3時半、元先生が9人おります。お金のいらんただの塾です。場所はウィズユーの北ふれあいです。せーの、待っとんでな。はい、尾鷲市老人クラブ連合会の会長の大西です。本日は尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。私の尾鷲の大好きなところは、尾鷲は魚の美味しいところです。そして自然の素敵なところであります。本日はグランドゴルフ大会であります。皆さんと共に素敵なグランドゴルフを満喫してまいりたいと思うんで、皆様よろしくお願いします。頑張りましょう。今後も皆様尾鷲市のために頑張りましょう。尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。尾鷲の好きなところ、海、山、川、自然の方向、尾鷲やるこみたい。明治安田生命尾鷲営業所です。尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところは、自然が豊か、海、山、川、魚がうまい、人が温かいところです。これからも地元の皆様と一緒に尾鷲を盛り上げていきます。バーチ中学校です。尾鷲市市政施行70周年おめでとうございます。私たちが尾鷲の好きなところは緑が豊かなところです。これからもみんなで
百人会です。尾鷲の好きなところは天満の堤防から見る海の色と朝日です。市政70周年おめでとうございます。バンダーイ、バンダーイ。尾鷲市政70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところはお店が集まっていて便利なところです。私たちは熊野歩道センターをお借りして定期的に演奏会をしています。家族や地域の方々に楽しかったと言ってもらい嬉しかったです。これからも楽しんでもらえるように尾鷲高校吹奏楽部として頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。尾鷲商工会議所青年部です。この度は尾鷲市政70周年おめでとうございます。おめでとうございます。尾鷲の好きなところは絆が深いところだと思います。私たち青年部はイベントを通してさまざまな絆を結んでおります。これからも尾鷲を盛り上げていきますのでよろしくお願いします。みんなで盛り上がっていきましょう。おー、70周年おめでとうございます。尾鷲の好きなところは海のもの、山のもの、おいしいものいっぱい。三重県立尾鷲高等学校生徒会です。尾鷲市政志向70周年おめでとうございます。私たちの尾鷲の好きなところはお昼に流れる尾鷲節です。尾鷲高校が盛り上がっていけるよう生徒会一同頑張ります。頑張ります。尾鷲市市政施工70周年おめでとうございます。おめでとうございます。尾鷲の好きなところは美味しい魚、綺麗な海、暖かい人、変わらない街並み。せーの、尾鷲地域おこし協力隊です。こんにちは、僕たちは宮の上小学校の3年生と4年生です。尾鷲市70歳、おめでとうございます。おめでとうございます。私たちは社会で尾鷲について勉強しています。尾鷲の好きなところは綺麗な海と大きな山で育つ美味しい山夏、美味しい魚、元気なヒノキ、大きなイチョウがシンボルマークの宮の上小学校へみんな遊びに来てください。尾鷲スポーツ少年団です。記憶族とテニスサークルです。尾鷲の好きなところはソフトテニスが大好きな人がいっぱいです。東海全国へ行けるように頑張るので応援してください。頑張るぞー。おー、こんにちは。尾鷲中学校陸上競技部です。尾鷲市政志向70周年おめでとうございます。おめでとうございます。尾鷲の好きなところは人の心が温かく優しいところです。私たち陸上部は市営グラウンドで部活動をしています。夏には大きい大会があるので応援お願いします。さあ行くぞ。おー、尾鷲小学校の児童会役員です。尾鷲市市政志向70周年おめでとうございます。尾鷲の好きなところは地域の人が家族のように温かいところです。もっと素敵な小学校にするために頑張ります。私たちは
とこです。8月10日シギオマホールで定見総会を行います。ぜひ来てください。夏には大きい大会もあります。応援よろしくお願いします。大瀬野球少年団です。大瀬市70周年おめでとうございます。大瀬の好きなところは海がきれいで魚が美味しいところです。これからも大瀬で頑張ります。プロ野球選手の上田大河です。大瀬市70周年おめでとうございます。大瀬の好きなところは自然が豊かなところです。応援よろしくお願いします。教育長の田中俊康です。尾鷲市市政施工70周年おめでとうございます。私の尾鷲の好きなところは自然豊かで人情味あふれるところです。これからも子どもたちが生き生き学べる尾鷲の学校を作っていきます。トレイランナーの土井隆です。尾鷲市市政施工70周年おめでとうございます。私の尾鷲市の好きなところは海があり山があり自然がいっぱいなところです。また尾鷲の山々を走りに行きたいと思っています。地域おこし協力隊の安藤です。尾鷲の好きなところは久喜の風景です。特に久喜漁港から見る尾鷲の船はとてもかっこいいです。尾鷲市政施工70周年おめでとうございます。元雪浦町地域おこし協力隊の三木沙織です。ふるさと納税と関係人口の協力隊で、三木浦在住の石井あゆみです。私たちの尾鷲の好きなところは三木浦の景色と人です。これからも一緒に尾鷲を盛り上げていきたいと思います。はい。モデルの七野梨沙です。尾鷲70周年おめでとうございます。私が尾鷲の好きなところはどうまい魚と山川海の大自然です。これからも尾鷲を応援してます。バイバイ。地域おこし協力隊の明賀谷です。尾鷲市70周年おめでとうございます。尾鷲の好きなところは魚がうまいところ。尾鷲のみんなのために頑張ります。尾鷲ふるさとガイドの会です。市政70周年おめでとうございます。尾鷲の好きなところは水も魚も人も最高。尾鷲に来てね。地域おこし協力隊の海津太郎です。尾鷲市70周年、おめでとうございます。尾鷲の好きなところは美しい漁村の風景です。この、 海と山の、自然の風景の中で子どもたちの学びの機会を作ることに頑張ります。よろしくお願いします。三木浦町地域おこし協力隊の南波智則です。尾鷲市、施工、70周年おめでとうございます。尾鷲市の好きなところは自然が豊かなところです。これから、三木浦町の盛り上げ頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします。市長の加藤千早です。このカウントダウン動画もいよいよ本日が最終日となりました。ご協力いただきました皆様本当にありがとうございます。さて尾鷲市は昭和29年に市政を施行してから本年で70周年という大きな節目を迎えます。先人の方々のご尽力と市民の皆様のご支援に心から感謝申し上げます。私の尾鷲の自慢できるところは青い空、青い海、緑豊かな里山といった自然がどこよりも豊かであるということです。だから空気がおいしいんです。食べ物もおいしいんです。いよいよ明日市政施行70周年記念式典を開催いたします。それ以降記念事業として多彩な催しを予定しておりますので皆様
ぜひともご参加いただき、一緒に盛り上げていきましょう。